で、どうなってるか楽しみになるのかな。ちゃんとできているのか。こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。やっ恥ずかしいわ。便乗してくれました。ありがとうございます、はいはい、今日も始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は今日は、うん、巻き方の解説とちょっと裏技やっとか。はい、結構ね、あの皆さん、ね、巻き方どうですかとか結構ねコメントもいただいてたので、はい、やっとやります。やってみようと思います。はい、でどうやって巻くんですか。今日はウェーブ巻きをやっていきたいと思うんです、うん、この梅雨の時期にな。あえて梅雨の時期に行きます。すいません皆さん、練習時ですよ、はい、まあまあね、確かに、はい、なので、SNS とかで結構早送りだったりとか、なんかこうカメラの角度が見えないとか、あ、正面でやっててこうやってるけどぶっちゃけそれじゃ見えないですよっていうことやな、っていうのが多いっていうのもあって、うん、ちょっと今日はゆっくり解説、じっくり解説。なるほどね。だからまあ YouTube じゃないけど、まあインスタグラムとかで、ね、巻き方をこう勉強されてる方、はい、それを詳しく今日は解説していくっていうことね。はい、はい、それと、うん、なんや、まだあるかい。ちょっと反対側は、おう、ちょっと不思議なことを、裏技、おう、やってみたいなと。裏技ね、はい、ちょ意味深な感じだね。まあそれ見てから分かるってことね。はい、分かりました。じゃあ右と左でちょっと違う感じの、はい、やり方スタイルで、まあ、はい、1個はもう完璧に巻き方をしっかりと言いますよってことね。はい、しっかりとやってみよう。やります、頑張ります。ということでね、皆さん、巻き方が気に、ね、難しい方、はい、巻き方がうまくいかない方、はい、よかったらね、最新のおしゃれな巻き方をやっていきたいと思いますので、いきます。よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、ということでじゃあ巻き方をやっていきましょう。まずは、うん、冷たい、何も温めてないコテで練習していきます。はい、はい、ウェーブ巻きの基本は形、基本の形は、毛先が外羽で、その上が内巻きで外羽と、こういう風にちょっと蛇のような、あんま上行ったらさ見えてないからさあの頭のところ顔まで出てるな。はいはい、失礼しました、はい、こういうくねくねしたのが基本の形になるんですけど、はい、まず毛先から巻いていきます。はい、こう手で溶かした時に綺麗に面が整うようにしてあげて、この状態のままで挟みます。こうですね、そのまま下にスライドで、毛先がここまで挟んだところまで来たら、このコテの上のあたりを少しクイッと持ち上げます。こうするとこう外した時に S 字のようなこういう角度になってくれます。挟んだら上をクイッとで、このままの状態で今度はこの持ってるところを挟みます。ここがずれちゃうと変な形になっちゃうので気をつけてください。持った状態からコテの挟む部分はそのままの状態でここに持ってきます。手のギリギリ挟むくらいで挟んだら、上の部分を今度は反対側から押します。難しいですね。難しいね、見てたらね。でこれをすることによって
この固定の上の部分に形がつくので綺麗な S 字ができてくれます。で、これを繰り返していきます。今度は持ってる部分を挟む。で、持ち上げる。で、また上の部分を挟む。上から少し押さえる。で、ある程度多分この辺まではできると思うので、ここの辺まで来たら OK です。じゃあ実際に熱エルでやっていきましょうか。やっていきましょうか。では実際に熱を入れて巻いていきたいと思います。まず巻く前に指で面をきれいに整えていきます。毛先がまっすぐになった状態で固定を外羽に入れていきます。中間、毛先のちょっと上から入れてスライドしていきます。毛先の方まで来たら上の部分を少し持ち上げていきます。こんな感じですね。で、外羽になったらここに固定を挟んでいきます。今度は内巻きの状態で固定を挟みます。この時、やけどだけ怖いな。はい、うん、気をつけてください。で、今度は上から押さえます。うん。そしてこんな感じになります。次にもう少し上までいきますね。この時絶対面は同じずれないように、もうそのまま持った状態ってことやな。動かさないようにね。動かさないように、はい。で、今内巻きやったので今度は外羽ですね。持ち上げます。こんな感じですね。で、押さえます。はい、どう？どうですか？ちょっと中間ミスってんなだけどまあでも分かりやすいかな。そうだな。こんな感じで、うん、徐々に徐々に上に上げていくっていう、うん、同じ工程は同じなんですけど絶対に面は崩さない、ね、崩さない、うん、それがそれがポイントです。じゃあ、美咲さんちょっと失敗したじゃないですか。はい。で、その失敗したのを直すのってもうどうしたらいいの？一回もう手を離しちゃったので、うん、もう一度。一番最初から。はい。なるほど。じゃあ、最初からで綺麗に、じゃあやってみてください。直していきます。こんな感じで手直しできました。はい、ちょっと一回失敗しちゃったんですけど、ちょっと言い訳すると鏡見てなかったんですいませんでしたじゃあ反対側はちょっとした裏技をやっていきたいと思います。はい、では反対側はまず毛先をワンカール外羽にします。また少し面を整えて
挟む部分を下にして毛先ワンカールで大丈夫です。1回転させて外羽を作っていきます。そしたら表面を少しだけ濡らします。まさかの濡らすやからね少しで湿るくらい、全体的に毛先は巻いたのであんまり濡らさないようにしていきます。串で溶かしていきます。これは水が均等に全体に行き渡るような感じで溶かします。ここで三つ編みをやっていきたいと思います。表編み？表編みやな、表編みやな。こんな感じで、きつさはそんなにきつくもなく緩くもない感じで、むっちゃむずいやキュッと やると多分細かいウェーブっぽい感じなんですけど、ちょっと力抜いて、まあ軽編んでるみたいな。そうです。で、結構毛先の方まで編んでいきます。毛先ワンカールした部分が少し余るような感じで編めたら結んでいきます。こんな感じです。次はドライヤーで乾かしていきたいと思います。上からこんな感じで乾かしました。はい、では乾かし終わったので外していきたいと思います。さてどうなってるか楽しみやな、まだちゃんとできているのか。この三つ編みの太さを変えることで結構変わると思います。こんな感じです。まあまあ強めやでちょっとソファンジュンチックになるよねなるよね。そういうことは、ちょっと待って、反対も戻してこれですね。おう、ということは、そうだね、やっぱ三つ編みって難しいね。難しいですね。おう、こう結構強いですね。結構強いよね多分自分で見ても、いやでも外した時点で結構強いやって分かるやんな、こうな、鏡でちょっと見ると。あーでもこれもこれで可愛い、ちゃんとスタイリング剤をつけて束感が出ると可愛いかもしれない。可愛いかもしれないなるほどね。いや今はサイドでやったやつやんか、はい、ちょっと少なめで。でもあのサイドだけだったらこうなるし、はい、もしくはじゃあ後ろから前に持ってきたら、はい、もうちょっと緩めになるかなっていうと思います。なるほどね、はい、じゃあもうちょっとこれ皆さんで、ね、どういう感じになってるか分かんないですけど、ちょっと締めましょうか。はいはい、はい、ということで、はい、何がしたかったっていう話がやったんですけど、でもポイントとしてはね、まあ、巻き方、こっちのウェーブの巻き方は、はい、まあまあまあでもまあ失敗しましたけど、ね、で次裏技、この裏技っていうのもちょっとおかしかったですよね、なんか皆さんね、なんかちょっと細すぎましたね。ね、細すぎたし、でまあ言ったら多分三つ編みをするじゃないですか、ね、はい、で多分サイドだけやけど、はい、この後ろの髪の毛、はい、こっちから持っていて、これ全部やったらもうちょい緩めになるやんか。で、なって、でそこからこう毛先をやれば、はい、確かにちょっと可愛かったじゃん。あのすいません皆さんね、こうちょっと期待していただいた方結構多かったかなと思うんですけど、お蔵入りになるかもしれないですけど、はい、あもしね、あのこっちだけでもちょっと出そうかな
そうですね、うん、まあ、ちょっと面白かったりもするかもしれないんで編集してたら、はい、ちょっとがっつり載せるかもしれないですけど、はい、ということでね、はい、まあ、なんか今日はね、美咲さんがこれをやりたいということでやってしまった。しかもね、あの梅雨の時期に巻き方ということなんでね、はい、あれなんですけど、まあ、こっちのね、はい、ウェブの巻き方とかで、はい、あのお試しいただければと思っておりますので、はい、まあ、こっちはちょっと愛嬌ということでね。はい、ちょっとやってみたかったです。そう、はい、なんで、はい、あの皆さんね、もしサイドだけで見た目にしてね、あんな感じになるよってこんな感じになるよと思ったら大間違いです。やだわ、はい、はい、なのでね、あのちょっと大きめでやってもらえたらと思いますので、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、OK、 お付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございました。この動画が良かったらと思うかどうかはわからないですけど、まあちょっとそうグッドですね。はい、まあ、チャンネル登録もね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。どうですか、やっぱダメだ。